はいえー、それでは青森県における奈良枯れ被害の民国連携の取り組みについて発表します、えー、背景の写真は、えー、青森県の奈良枯れ被害の様子を撮ったものです、えー、まず青森県の奈良枯れ被害の経過についてお話しします、えー、青森県は平成22年に、えー、深浦町大間越地区で初めて被害が発生するも一度収束しています しかしながら平成28年に被害が再発生以降被害は拡大傾向にあります令和2年には深浦町以外にも被害が拡大白神山地の世界遺産地域へのナレがれ被害の侵入も起こりましたこの図の青い地区で示したように令和元年までは被害地域は深浦市のみであったのが令和2年度には 被害地域が他の市町村へ広がってしまいました。そして被害本数なのですが、この表のように平成28年には民有林、国有林合わせた被害本数が85本であったのに対し、令和元年には1万4179本、令和2年、 これは、えー、途中報告の数量になるのですが、えー、4万1252本となっており、えー、被害の、えー、急速な拡大がわかります、えー、青森県における、えー、被害対策の主な内容についてですが、えー、青森県では平成24年に策定された青森県ならがれ被害対策基本方針をもとに、えー、監視・駆除 予防を基本として対策を、えー、展開しています、えー、監視対策では9月のナラ枯れ強化月間において、えー、被害状況を重点的に調査することとし駆除対策では被害条件や地理的状況に応じた対策を実施することとしており、えー、予防対策では被害を受けにくい森づくりの推進のほか留意事項の周知等を実施することとしています これまでこの考え方の下で県と国で連携してナラ枯れ被害の対策を実施してきましたまず監視活動についてですが青森県の防災ヘリコプターに津軽森林管理所職員も登場し上空から監視を行い被害木の発見に努めましたこれまでは年2回の探査であったのですが被害拡大を受けて 岩木山や西宮村周辺にも被害木が発見されたことからこの青の飛行ルートを加えた年3回の実施を行いましたまた県がセスナで撮影したオルソ画像の提供を受けて上空写真から被害本数の推計を行いました えー、切断写真からの被害木本数の計算方法は、えー、このスライドの計算式の通りで、えー、このオルソ写真から、えー、被害箇所と被害面積の割合を判断することで、えー、推計を行いました、えー、この図面は、えー、飛行ルートの図面であり青森県の西海岸沿いを飛行させたことがわかります、えー、また、 国と県での合同調査や現場職員による埋木調査や目視調査で得られた情報および前日の調査による被害情報を国、県、市町村、研究機関、事業者が集まる青森県ナラガれ被害対策検討会において情報を共有し被害対策方法の検討を行いました。 次に駆除対策についてお話しします駆除対策では被害地を被害の程度で区分し被害状況や環境条件等に応じた駆除対策を実施することとしていますすなわち7に1ヘクタールあたりの被害木10本未満の地域を被害発生初期地域とし7に1ヘクタールあたりの被害木10本以上の地域を 被害発生中期移行地域としそれぞれの状況に合った処理を行うこととしています被害発生初期地域では被害本数が少なく被害先端地域の拡大を防止するために確実な防除が必要であることから抜刀群青、流木群青による全量処理を行うこととしています被害中期移行地域では 面的な被害が発生しており抜刀訓定薬剤注入による全量処理が難しいことからお取り丸太法を用いて対応することとしていますなおこの12個周辺地域では観光資源として重要であるため抜刀訓定流木訓定により処理を行うこととしています なおです、ね、図面のとおり令和2年における当初管内地域においてはこの深浦町の大部分が被害発生中期以降地域となっておりますまず被害初期地域における駆除対策ですが前日のように被害初期地域では抜刀群青、流木群青処理を行っていますがこれは夏から秋にかけて発見された被害木を対象に バ、えー、ッショナガキク抜刀燻蒸処理は、えー、主に平坦地から中継砂地で行われる手法で、えー、被害木を抜刀玉切り集積し、えー、抜根とともに全体をシートで覆い燻蒸し、えー、殺菌殺虫を行う処理で、えー、密閉状態での燻蒸によりカシナガの駆除が比較的確実と言われています。 流木群定処理は休憩者地等の主に抜刀が困難な地域で実施しており流木にドリルで注入口を開けてそこに薬剤を注入することで殺虫殺菌を行いますこれらの手法で被害初期地域において駆除を行ってきました近年の急速な被害拡大を受け えー、令和2年度に初めて、えー、白神山地世界遺産地域の干衝地域へナラれ被害が拡大しました、えー、この深浦町鰺、えー、ヶ沢町、えー、西屋村の、えー、被害木6、えー、本に対し流木燻状処理を、えー、実施しました 今後もですね世界遺産地域の奈良を守るために特に注意深く監視を継続し徹底的な駆除を行う予定です次に被害中期移行地域における駆除対策についてお話ししますこれまでは抜刀群場流木群場による駆除が中心であったのですがナラ枯れ被害の拡大を受けて えー、令和2年度からおとりまれた方を県が導入しています、えー、おとりまれた方とはですね、えー、激害地で効果を発揮すると言われておりカシナガの生息密度を減らすことで被害地域への拡大の圧力を減らすことが可能であるとされています、えー、なお未被害地ではカシナガを誘引してしまうため厳禁と言われています、えー、その方法はですね まず健全な水ズナ木を春に積みこのカシノナガキクイムシを誘引潜入させた後に破砕焼却してカシナガを駆除するというものです本年度の設置箇所はこの図の通りで被害が深刻化した深浦町旧岩崎村で試験的に3箇所導入されました、えー、調査の結果ですね 推計160万匹のカシノナガキクイムシが誘引されたことにより最大で5000本分のナラ類古孫防止効果があったとされましたこれを受けてですね令和3年度からは津軽森林管理所も設置することを検討しており国と県で効率的かつ効果的な設置をしていくことを予定しています、えー、また えー、抜刀訓定処,、えーえー、処理が終わった被害木を活用すする取り組みも行っっていま処理が終わた被害木を診断剤として、えー、地元住民へ販売することで地域への還元を行いました、えー、令和2年には1立方メートルあたり800円で販売したところ8物件18.45立方メートルの購入がありました えー、販売の結果好評、えー、な反応が得られたため来年も実行を検討しています、えー、次に予防対策としての取り組みを紹介します、えー、観光資源として重要なこの12湖周辺地域において、えー、健全な水ならぼくに対して、えー、あらかじめ薬剤を注入しておいてナラ菌の繁殖を防ぎ、えー、コシを防ぐ処理を行ってきました 処理本数は平成30年に42本令和元年に92本令和2年に90本実行しています最後にまとめとなります駆除対策については被害発生初期地域でならがれ被害拡大防止のために抜刀訓定流木訓定の徹底をすることとし被害中期以降地域では えー、お取りた設置箇所数の増加をさせるとともに、えー、青森県と津軽森林管理所で連携し効率的かつ効果的な実施を行うこととしています、えー、また12個地域においては抜刀群青、流木群青の継続をしていくこととしています、えー、そして監視予防対策については、えー、ヘリコプターやオルソ画像を用いた探査の継続することや、えー、予防注射を継続すること こと等を予定しています以上になりますご清聴ありがとうございました本発表を行うにあたり青森県立成課の皆様には多大なご協力をいただきました深くお礼申し上げます